の声さん最近お会いしてないですね。そうですね。ね、どこ次また違うあれですか、映っちゃった感じですかね。あれまた早いよ。早いね。心変わり早いよ。なんだよ、バカなこと言うんじゃないよね。この僕の心の変わらなさはもう老舗の旅館じゃねえかってぐらい変わる。その前になんでネクタイ頭に巻いてんの。それよく聞いてくれました、加藤のコニちゃん、うん、これね、労働参加って次の曲なんですけども、その時のこの衣装なんです。これあ、そうなの。そうなんでございます。その PR のためにポルクロバゼット、これ冒険だよね。これね、面白いでしょ。そしてこれ、このイベントの前にね、よろしくお願いします。メンバー全員が朝の7時半から全国5大都市に散らばって、通勤中のサラリーマンの皆様に新曲 PR のティッシュ配りをしたんですって。その数なんと3000個ということでございまして、ね、これね、今すごい来てるよね。来てますね、桃色クローバー Z。 これ新橋ですよ、言ってくれたら朝から行ったのにと思うんですけどね。これ大月健さんでしたっけ。大月健さんじゃないですよ。あ、この曲ですか。曲、あ、違います。これはね、あのヒャダインっていうね、面白いね、あの曲作る人がいるの。あ、そうなんだ。で、これね、皆様、なんと今日はご本人からクイズいただいてます。よし、加藤浩次、はい、加藤浩次にももクロちゃんご本人からクイズっす。問題です。アーリンこと佐々木彩香ちゃんはデビュー当時あることができず号泣してしまったことがあります。それは一体何でしょう。知らねえんだもん。あ、加藤浩次、何だよ。やる気を出しなさい。アーリンがせっかくクイズ出してくれたから、ね、何アーミンって。アーリン、あーりん、佐々木彩香ちゃんがね、デビューした時にできなかったことがあるんですよ。泣いちゃったの、これやんなさいって言ったら泣いちゃった。それは一体何でしょうかって問題。あーりんだよって今言ってますから。あ、あれじゃないの。なんだか、だるそうに答えんじゃないよ加藤浩次。ネクタイ頭に巻くことじゃない。それ今回の曲だけだよ。ね、恥ずかしかったんですよ昔は。振り付けでね。振り付けで。そうで、振り付けでこれができなくて恥ずかしかったの。困るじゃないの。あー、正解。やるね加藤。知ってんじゃん、知ってんじゃん。知ってないの。アーリンは昔できないできないって泣いちゃってたんですけど、今誰よりも楽しんでやってる。もうその前からすごいワクワクしてる。もう吹っ切れたからもうできます。じゃあやってみようか。やってみよう。せーの、コマネチ。違うじゃない、全然違うじゃない。ちょっとアレンジがね、アレンジが入ってますけど、振り付けですが、そうですね、まあ、このことはですね、たけしさんには見せられませんけども、ね、コマネチに対するダメ出しやめてくんないから、加藤ちゃん。どう見よ、こんなもん。いや、じゃあアイドルなんだから、もう生っ粋のアイドルだから恥ずかしかったということでございます。そうですか。ももクロね、面白い振り付けも多いんですけども、そうですよね、テリーさん。いや、びっくりしますよ。今だって12月25日、埼玉スーパーアリーナ、うん、もうチケットほぼないって噂ですよ。私の友達の山ちゃんも見に行くって喜んでました。マジですか。クリスマスは決まったって喜んでました、彼は。ということでございまして、さあ、続いていきましょう。続いてはこちら。